四体。四体、死体、チャトゥルアーリア・サティア、または四生体、死生体、チャッターリア・アリア・サッチャーに、四つの、聖なる、真理。体とは、仏教が説く四種の基本的な真理。句体、実体、滅体、動体のこと。四神体や、苦修滅道とも言う。体とは、およびのわけで、真理、真実の意。一、句体と実体は、 名門の世界の果てともととを示し、滅体と同体は、正午の世界の果てともととを示す。四体は、おおむね、十二演技説の表す意味を競技的に組織したものであり、原始仏教の競技の対抗が示されているとされる。原始仏教を経典にかなり古くから説かれ、特に初期から中期にかけてのインド仏教において、最も重要視され、その代表的教説とされた。 四体は仏陀が最初の説法で説いたとされている、発天望輪。苦体、苦体、ドゥッカサティア、ドゥッカサッチャとは、迷いの生存学であるという真理、苦しみの真理、人生学であるということは、仏陀の人生観の根本であると同時に、これこそ人間の生存自身の持つ必然的姿とされる。このような人間苦を示すために、仏教では宿泊を解く。 宿とは根本的な四つの思うがままにならないこと、出生、老、病、死である。これらに下の四つの句を加えて、ハックという、非常に大きな苦しみ、苦闘する様を表す慣用句の宿八ッはここから来ている。実体、実体、重体、サムダヤサティア、サムダヤサッチャ、または、苦渋体とは欲望の尽きないことが苦を正規させているという心理。 つまり、苦には、原因があるという真理。苦しみの正規の真理。実体とは、苦の源、苦が現れる元となる煩悩を言うので、苦実体とも言われる。終、実とは、招き集める意味で、苦を招き集めるものは煩悩であるとされる。実体の言語は、サムダヤであり、一般的には、正規する、登るという意味であり、ついで、集める、積み重ねるなどを意味し、 さらに、結合するなどを意味する。従って、衆の意味は、期限、原因、招集いずれとも解釈できる。苦実態とは、とあるので、苦の原因である煩悩、苦を招き集める煩悩を内容としている。具体的には、豚欲野心に、愚痴などの心の穢れを言い、その根本である割愛、割愛、取り品を言う。 これらは欲望を求めてやまない衝動的感情を言う。仏教において苦の原因の構造を示して表しているのは、十二、縁起である。十二縁起とは、苦の十二の原因とその縁を示している。苦は十二の原因のシステムであって、十二個集まってそれ、全体が苦なのである。だから、無明も割愛も苦の根本原因であり、苦実体である。滅体、 滅体、二郎ダサティア、二郎ダサッチャ、ク滅体、苦滅ク体とは、欲望のなくなった状態が、ク滅の理想の境地であるという心理。苦しみの消滅の心理。一体、道体、マールガサティやマッガサッチャ、ク滅ツ体、ク滅ツ体とは、ク滅に至るためには、七か三十七、未知品と言われる、修行の中の一つの過程である八、正道によらなければならないという心理。 苦しみの消滅に至る道の真理。これが仏道すなわち仏陀の体得した下脱への道である。兼用性教論巻きなのでは、4体の内容を分類して8体とする。また、症状の4定観は不完全であるとするのに対して、大乗の4定観は完全であるとする。症状の4定観を優作の4体と変称し、大乗の4定観を無差の4体と称する。 この両方を合わせて八体とも言う。宝生集では、滅体に三滅体を、胴体に三同体を立てる。天台集では四周の四体、消滅の四体、無償の四体、無量の四体、無差の四体を立て、これらを、蔵、通、別、円の四鏡に配当する。パーリ語経典は、釈迦はこの四体のそれぞれを示せ、 これこそ句であるなどと四体をそれぞれ示すこと、進む、苦は知るべきものであるなどと四体の修行を進めること、明かし、私はすでに苦を死などと四体を称したことを明らかにすることの三点から解き、三点十二行章、如実知見を得たので、神々と人間を含む主張の中で、最上の正しい目覚めに到達したと宣言するに、至ったとする。パーリ語協典長部の、 社門家業では、四体は、社門、出家修行者、ビク、ビクニが、戒律、具足回、涙ひさげきさ順守によって正常な生活を営みながら、士官、瞑想修行に精進し続けることで得られる六、人通の最終段階、路人通に至って、初めてありのままに知ることができると述べられている。仏教学者の佐草三つは、 スッタニパータをはじめとする思考を表現する、パーリン語には移動が見られるとし、調査によって、一区集滅道のみで四体の語がない二区集、滅道も四体の語もある三四の語のみあり、の順に発展して、四体の語が広く知られてからは、特に区集滅道を解く、必要性が消えたと推測している。大長の、大発涅槃行の四対品、死体本では、通常の四対に、 新しい代表的な解釈を加えた、ネハンの強力的な四生体を解いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。